コキンバイザサハイパクシスアウレアロアは、キンバイザサ科の多年草。ササのような根質用をつけ、地際に黄色い花をつける。多年生の草本。海上の地下径を持ち、その径は6から10ミリメートル、上部は古い葉の膜に包まれる。地上径は、ごく短く、葉はすべて根質状に出る。葉の内で、外側のものは、膜質で短く、内側から出るものは、 線形で、長さ6から30センチメートルに達する。陽身は、平行脈があって円は滑らかで、細くて長い毛をまばらにつける。下記は5から6月。下形は、溶液から出て、長さ5から10センチメートルで、細く、また細くて、長い毛がある。その先端に1個の花をつけるが、稀に2個つけることがある。ツは2個あって、線形で膜質。 長さ5ト、mm、ル。外から伸び出す脂肪は長さ5ト、mm、ルで長い毛が多い。下皮片は6で、内側3枚、外側3枚ともに、楕円型で長さ6から1 0ト、mm、ルで長い毛が生えている。下皮は黄色で、下皮片は平らに開く。おしべは6あり、それぞれの下皮片の基部についている。約は長さ1.5から2 5ト、mm、ルで基部がくぼんでいる。 約は花糸より短い。果柱は長さ2から3ミリメートルで直立して、中上、先端中等は3つに割れる。果実は果てで長楕円型をしており、長さ6から10ミリメートル。果実は背面で劣化する。種子は変球形で、計1.2から1.5ミリメートルで黒化試食をしており、表面には細かな突起が並び、中央に 小さな突起が一つある。生育地の様子日本では、宮城県以南の本州から、琉球列島にまで知られ、国外では、中国南部、台湾から東南アジアの大陸部、ネパール、インド、マレーシア、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニアにまで広く分布している。産地の林園や草原に生える。本州の属する古今梅ザサ族は、世界の熱帯域を中心に、 約90種が知られるが、日本では本種のみが知られている。似たものとしてはどうかながら別属のもので金梅さ、カークリコ大きい図がある。やはり細長い葉を根室状に出し、その葉の脇から細い家系を伸ばして、黄色い花をつける。異なる点は、本種では可比変が大きく平らに開き、基部が花筒を作らないが、この種では可比変の基部が長い筒を作る点である。 なおこの種も東南アジアからインドやパプアニューギニアにわたる広い分布域を持つが日本では本州の紀伊半島と中国地方以南と本州よりさらに南寄りな地域に分布する環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが府県ごとには本州から九州にわたる各地で指定されている宮城県、栃木県、福井県 大阪府では野生のものは絶滅したとされている。千葉県、愛知県、和歌山県、奈良県など12の県で絶滅危惧愛類と強い危険にさらされているとの判断である。草地に生える竹の低い植物であることから繊維が進むことで生育環境が失われる例が多いことがその理由に取り上げられている。以下、主として北村ほか、 P86 大橋ほ編、P 二 P232 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 以下。主として、大橋ほ編、P 二 P232 日本のレッドデータ検索システム2019年5月4日閲覧。ちなみに、Google 検索で、 コキンバイザサを入れると追加キーワードに育て方が出る。しかしこれは本種のではなくどうかのアッツザクラとの関連で本種に言及したページにヒットするためのようである。ありがとうございます。